リテイク版ウルトラセブン第31話悪魔の住む花。どうもミエティです。アンドウルトラオヤジです。ねえねえウルトラオヤジさん、ウルトラセブンには様々なゲストが出演していますが、中には後に大物俳優として大成功を収めた出演者がいたのはご存知ですか？愛の水中科の松坂慶子ですな。悪魔の住む花といえば日本屈指の大物女優松坂慶子が出演していることで有名ですね。しかし松坂慶子に対して当時のスタッフは予想に反して彼女に対して失望していたそうです。へー、お父さんのアイドル松坂慶子なのに驚きですな。意外なことに15歳の松坂慶子はだったのでした。第31話のあらすじだぞ。天城は段を連れて病院に訪れた。いや助かりました。特殊な血液型ですから急患の時に困るんです。天城の輸血を受けた少女香織はお花畑で急に倒れてしまったという。ところで病名は何ですか？付き添いの段は医師に尋ねた。それがどうも血液中の血小板が急激に減っていることは確かなんですかね。何が原因なのかさっぱりわからんのです。銀色の花びらのようなものを段は手に握りしめていることに気づく。待てよ、確かどこかで見たことがある。その夜奇怪な出来事が起こった。気を失っているはずの香織は夜中に部屋を抜け出して地下の血液貯蔵室を漁っていた。止めに入った天城は香織に殴られ意識を失う。天城は頸動脈に血を吸われた跡があった。香織は吸血鬼と化していたのだ。銀の花びらを解析したところ、宇宙細菌ダリーの殻であることが発覚した。香織の肺にダリーが寄生していて急激に衰弱していた。彼女を治してやってください。ねえ先生お願いします。輸血が必要なら僕のおいくらでもあげます。お願いします。懸命に彼女の安否を気遣う天城。ところが現代の医学では彼女を救うことはできないという。たった一つだけ方法がある。ミクロ化して体内に潜り込むことだ。だがこれは非常に危険だ。人間の体とはいえども広大な宇宙とは変わりはない。いわば未知の世界だ。何が起きるかわからない。だが諸星団は果敢にも未知の世界に挑むことにした。とはいえウルトラセブンとはいえ人間の体内で活動するには困難がつきまとう。果たしてセブンと香織の運命はいかに。その133、ダリーはウルトラ史上最小の宇宙人。ダリーは大きさが1ミリメートルしかない最小の怪獣です。怪獣というよりは細菌や寄生虫のような存在ですな。ダリーの卵は美しい銀色の花びらのような形をしていて、知らずに触った生物の体内に入り寄生して吸血鬼にしてしまうという小さいがかなり厄介なやつです。ダリーは宇宙細菌なのですが、怪獣図鑑によってはまさかの宇宙人として紹介されています。ダリーって細菌のくせに宇宙人なのですかな。ある本には細菌宇宙人ダリー、人間の体内に入り込む極小宇宙人、人間を吸血鬼にしようとしていると書いてあります。ミクロの文明を発展させていたとか。そんな発想はなかったわ。ダリーのデザインのモチーフはダニと言われていますが、名前の元となったのはなんとあの世界的芸術家のサルバドールダリです。なんで急にそんな有名芸術家が出てくるの。過去動画で解説したように、悪魔の住む花でミクロ化したウルトラセブンが人間の体の中に入っていく物語は当時に上映されていたミクロの血試験をヒントに作られたものでした。このミクロの血試験は人間の体内を幻想的に美しく表現していることから美術賞を受賞しており、一部をサルバドールダリが手掛けたとか手掛けてないとか。ダリーはダニーではなくてあの有名画家ダリから来ていたとは驚きですな。ところでこれまで宇宙人や怪獣の造形を担当していた成田徹氏が退社したことから、ダリーのデザインはイケメンで女性スタッフにモテモテだった美術女子の池谷のりよしによりデザインされました。そのイケメンの情報いる。ちなみにダリーは撮影現場に納品された時オレンジ色をしていましたが、池谷氏によってピンク色に塗り替えられて今の色になったそうです。鮮やかなピンク色に目立った赤い目。途中交代した池谷のりよし氏は成田徹氏に負けない非凡さを秘めていますね。それにしてもこれを言ったら元も子もないですが、アニサキスみたいにピンセットで摘出手術とかできなかったのですかな。宇宙細菌だから効かないんですよきっと。ちなみに寄生といえば人間牧場のブラコ星人ですが、同じく北村医師が再登場していることには気づきましたか。それにしても
香織を演じたのはお父さんに大人気の松坂慶子ですな。松坂慶子の中がテレビに映っているんですよ。ルフフフフ。キモいぞおっさん。その134、若いセクシーな女優の体内に突。悪魔の住む花は日本屈指の女優松坂慶子が出演していたことでも有名ですな。慶子さんは可愛かったわよね。可愛かったね。若いな。顔がまん丸でパッツンパッツンでって見てたよ。もうだったら失礼ね。まだ15歳だもん。未成年の女の子になんてひどいことを言っているのですかな。というか松坂慶子15歳だったのですな。まあこの当時松坂慶子さんは全くの無名でした。スタッフも出演者も大物女優に成長するとは誰も思ってもいなかったのでした。脚本の上原正三も松坂慶子の出演について次のように語っています。ヒロインの香織役をとびきりの美少女にしてくれと鈴木監督に頼み込んでおいたのに、ラッシュを見るとやや太めの健康そうな女優だったので大いにがっかりした。その女優が松坂慶子だった。これが彼女のデビュー作で、天下の美人女優に大化けするとは思いもしなかった。国民的人気女優に対してひどい。松坂慶子は大成功を収めたからそんな風にも言えるんでしょうね。確か彼女は私より5歳ぐらい年下。失礼ながらどこにでもいる普通の新人さんという感じでした。15、6歳で大人になりきっていない体はちょっと太めだったかしら。もうみんな言いたい放題ですな。松坂慶子の若い頃の映像として、口から白い息を吹いてアンヌと桐山隊長の顔面に当てるシーンは結構テレビやネットのネタによく使われていますね。いじられ放題。そういえば古谷さんが慶子ちゃん慶子ちゃんと非常に可愛がっていましたね。古谷さんはおとなしい人だったのでびっくりしたことを覚えています。ああ彼はこういう子がタイプなんだなと思いましたが、後の大変身を考えると天城隊員には未来を見抜く力があったのかもしれません。天城には見る目があったのですな。それでも天城を演じる古谷敏さんは特別な回だったのでした。ラブシーンがあったんです。淡いラブシーンだから僕はメロドラマの主人公だと思ったわけ。それが初めて僕が目指したメロドラマの主役だったんです。天城と香織が二人で白昼夢みたいにメリーゴーランドに乗るシーンはキラキラしていて綺麗でしたな。しばしばウルトラではスタッフや出演者がゴダールを意識していたり、メロドラマのようなカットを撮っていたりと内緒の大人の演出があったりするのでした。その135、古橋は歴史好きだった。前回に解説した通り30話と31話は千葉県の館山での撮影でした。この撮影の合間に撮られた有名な写真があります。千葉県にはタージマハールがあるのですかな。いえいえ、ここは館山グランドホテルです。1968年当時としては珍しいゴルフ場が併設した新しい形のホテルなのです。ということはこんな豪華なホテルに宿泊したのですかな。ただでさえ自転車操業で赤字経営の円谷プロです。この時の宿泊地は田舎っぽい古い旅館だったそうです。地方ロケで宿泊する場合、ウルトラ警備隊にシエでもタイアップ先が勧めた宿泊場所でも出演者から不満が出るほどひどい旅館だったりと、豪華とは言えないことが多かったようです。地方ロケとはいえ、つぶらやプロの財布の紐は固かったわけですな。ところで、この悪魔の住む花の裏話で出演者がよく語る話として、古橋が意外と日本の歴史について詳しい先生だというエピソードです。古橋隊員、ロケ地行っても旧跡や新しい名称を抜かりなくチェックします。この後、日蓮聖人の聖火の誕生時にも連れて行っていただきました。古橋隊員は、歴史の先生になるのが子供の頃からの夢だったんですって。意外、いい家物知りでインテリなんですよ。へえ、ウルトラ警備隊の怒られ侍で撮影の裏でふざけて桐山隊長を笑わせていた古橋って意外とインテリだったのですな。親父さん、古橋を演じた毒蝮三太夫さんは早稲田の史学科を第一志望に受験して落ちたから日大芸術学部を受けて俳優になった経歴があるのです。まさか将来笑点に出演するとは本人も思っていなかったでしょうな。ちなみに曽我隊員も帰りに寄り道をするのが好きな人でした。というコアな話題で今回の動画は終わりですかな。次回は散歩する惑星です。このチャンネルではセブン本編以外の解説も始めたので、ぜひそちらも見てみてくださいね。お楽しみに。このウラトラセブンは
ブログにてテキストを公開しております。動画の概要欄にリンクがございますので、ぜひそちらも覗いてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ほなね。